こんばんは。今日はもし今が王ではなくその時代だったらね、物の時代だったら今起きているね、コロナ禍の中でどんなことが起きたんだろうかということをちょっと考察して、じゃあそれがどのようにね、王の時代なんで、心の時代なんで変わったのかというのをお話します。まずコロナのお話から。もしその時代であればこれどうなると思います？皆さん、もちろん政府はね、世界は全てを隠しますよね。まず隠す。で、病気が起きてるのも公にさせず、隠して、いきます。で、もちろんお金を払うなんてね、みんなに給付することはないですね。で、ただの伝染病、伝染病っていうか風邪というかインフルエンザのような、扱いになるでしょうね。そもそもに隔離、そうですね、下手すると中国のね、村全部閉鎖して焼いてしまう、変な話、焼いてしまうかもしれない。で、蔓延を防ぐみたいな方向に、要は大量虐殺の可能性もないわけではなかったんですね、過去においては。で、人が死ぬとどうしてもその分ね、税金でも何でもかからなくなる、ね、手がかからなくなるって変な話ですけど、1億2000万の人を養うより8000万養う人の方が楽なわけですよね。だから、まあ戦争も起こる。まあこの間の戦争が起こるかもしれませんね、人減らしてなんていうね、話をしたことがありましたが、まあ、昔にとって戦争っていうのはあくまで人を減らすための一つの方法だった。ということも言われています。だから、今のコロナのような状況が来たら、まあ気をつけましょうで、終わってしまう可能性はありましたよね。で、実際にあの頃、皆さん、たくさんの人が亡くなった伝染病知ってますよね。コロナじゃなくてペスト、黒点病じゃなくて出てこない、ごめんなさい、その時代のこと出てこない。多くの人が、ね、亡くなったことによって社会全体が経費が戻ったっていう話も聞いたことがあります。必ずしも厄災とは限らない、ね、こともありますよね。で、人の死をね、あってよかったっていうことは言えないんですよ。やっぱり家族が亡くなったり、親しい人が亡くなったとね、人がこれに対してね、受け入れなさいって言ったって受け入れられないですよね。で、特に今心の時代になってくると、心が中心の生き方に変わってきています。こういった中で納得するのは難しいですね。だから、昨日ちょっと話をしたんですけど、その時代に、その時代の話ができたのかという話をしたんですよ。その時代に、今は嘘をついたりごまかしたり、苦しむために学びがあるんだよねって話をしたら、うん、確かにそうだねって、頑張ろうねなんてなったかなんですよ。隠すしかなかった。すべての物事、嫌なこと、辛いこと、すべて隠すしかなかった。隠すことで社会が成り立っていた。社会のために、みんなのために自分があるというね、考え方でいかないと社会が成り立たなかった。まあ、これがプログラムだった、ルールだった、ね、システムだったというのが過去の私たちが生きてきた時代です。で、よく言われるんですよ、本を読んでくださった方に、何だったんでしょうねその時代って。本当私も思います。その時代で自分の感覚が合わなくて、周りの人からと仲良くできなくて、よく浮いてました私は。だから過去をね、何だったんだろうと思うことはもう本当によくあります。これは王の時代になったから、今過去を振り返るから何だったんだという比較ができるのであって、その渦中にいたら何も比較ができないですよね。で、今心の時代に入ってきて、心
心が大事です。みんな自分の心をまず大事にね、大事にしてください。っていうことを言ったときに、じゃあここか、今、渦中ですよね。王の時代、心の時代ですよね。じゃあ心の時代に心を大事にするなんて当たり前じゃないっていう風にどんどんなっていきます。だから、何言ってんのって、人を大事にするよりも私が先に大事にされたいわってなっていくんですよね。でこれはあのルールであり、プログラムであり、これからどんどんこういったことで進化していきます。で楽しむことで学び、学ぶことでさらに進化し、でさらに自分の心を大切にしながら、自分を 大切にすることによって、周りの人が幸せになる、大切になる、未来になっていきます。ん？なんか違う？あ、違うところがあった。みんなが幸せになるところが違いますか？もしかして。あ、ここ間違ってました。ごめんなさい。みんなが幸せになることを考えてはいけないと言われました。これは世界平和にもつながります。世界が平和でありますように。ではもうありません。私の心が平和でありますように。この自分が平和であるということを願うことによって、全体意識、地球上すべての人につながる、人だけではないね、生き物すべてに心の底、潜在意識でつながっている、これは全体意識ともね言われていますが、ここで自分を大事にすることによって大事にするということが広がります。なので願うことではなく実行することが、これからは世界平和につながっていきます。苦しみがなくなりますように、悲しみがなくなりますようにと願うのであれば、まず自分の中にある苦しみ悲しみをなくしてください。これがこれから自分がすべきことです。今日はその話をしようと思ったんですけど、やっぱりもうすでにその時代じゃないんですね。そのエネルギーはあるけれど、王の時代であるから、心の時代であるから、やはり心の時代はどうなっているのかという話になってしまいました。もう一度まとめます。今までは世界平和を願いました。全員のために自分は自己犠牲。これからは全員は自分のために自己犠牲になりなさいという発想は間違ってますよ。これは逆ではないです。全員のためにあなたは我慢しなさいの逆は、私が自分の心を大事にします、結果みんなのためになりますということです。だから自分の中にある苦しさ、これを集中的に直しましょう。これによって世界に平和がもたらされるという発想になっていきます。いかがでしょうか。今日はここまで。またねー。